これは未だ挑戦を続ける先輩たちの二つの物語。自分たちができることを考え実践する、それが未来へつながると分かっているから。 3.11 が起こった時、彼女は何かしなきゃいけないと思った。産業社会学部、川原風花。自分ができる復興支援は何かと考えた。行き着いた先は、子どもの頃から通い続けた博物館のサークル団体。博物館の知識や資料を生かせば、子どもたちの笑顔を通じて復興支援への道筋が作れる。彼女はメンバーに呼びかけた。震災で遊ぶ場所を失った子どもたちや、震災によって壊されたコミュニティのつながりを再構築するため、被災地域で子どもワークショップを企画した。震災から4年が経った今も活動は続いている。どのイベントもすごいたくさんの人が来てくださって、やっぱ喜んでもらえてるなっていうような実感はあります。だからやっぱりその地元のそのいいところっていうか、そのすごいところみたいなのを使うようにして意識しているので、そういう自分の小学校から慣れ親しんでる生き物について、こう外からいいねって言ってもらえると、すごい喜んでもらえるなっていう感じがします。自分を信じチャレンジした彼女だから言えることとは。何をやるにしても大概のことは難しいとかそういうのがいろいろありますけど、その気になれば何でもできると思うんですよ。お金がないとか時間がないとか、いろいろないものいっぱいあるんですけど、大学に通えているっていうだけで覚悟を持ったら、大体のことは本当に何でもチャレンジできると思うし、いろんな人から成長させてもらえるなって思います。マーケティングやデザイン、広告に興味を持つ文系、ものづくりの技術を持つ理系、さらに院生が活動している団体、その名は What Now。 学生のライフスタイルの一部となるウェブアプリサービスの開発提供をしている。その代表作がバスですだ。このアプリは通学で使用するバスの利用をもっと便利にする。出発地と目的地を選択するだけで簡単にバスの時刻が検索でき、発車時刻をカウントダウンで確認できるのが最大の特徴である。立ち上げ時は3人だったメンバーも、今では10名を超える人数が集まり、さまざまなアプリをプロジェクト単位で制作しているという。月1回のリーダー会議、それぞれのプロジェクトの状況を報告している。会議ではお互いの専門を生かしながら、アプリなどの開発を通じて日々ビジネスの展開を目指している。学部などが違う人と一緒に活動することで良かったことは何か聞いた。まあ、いわゆる文系と理系の人では結構違う考え方をしたりだとかで、価値観の違いを、まあ、お互いに見ることができる、学ぶことができるというのが一番大きかったなと思ってます。学校を通じてチャレンジして良かったことは何か。一つは、学びのコミュニティという助成金を出していただけるんですが、まずその助成金でいろいろな開発環境であったり、アプリを制作する環境であったり、広報の代金であったりっていうものを、まあ、使わさせてもらったことが一つと、でもう一つは、いろんな企業さんとか、人と会わせてくれるっていうのがありますね。仲間を信じチャレンジしたから言えることとは。立番から結構やりたいことを自由にやれる、まあ、環境があると思ってます。まあ、大学に入ったら本当に自分のやりたいことをどんどんチャレンジしてもらいたいと思います。
そうすればそういう自分と同じような思いを持った仲間ができるんで、それでどんどん面白いことをやっていけるんじゃないかと思っています。まあ、まだ何をしたいかってはっきり分からなくても、とりあえずなんか面白そうだなって自分のその感覚に引っかかったものがあれば、いろいろとチャレンジしていってみたらいいなと思います。君たちが何かチャレンジしたいと思ったら、その一歩を後押ししてあげたい。さあ、これから見つけよう。何か夢中になるものを。自分を信じ、仲間を信じ。超えてゆけ、立命館。